皆さんこんにちは、デイジーネイルです。本日はこちらのキャンドゥさんで見かけたフェアリーダストパウダーと、こちら多分ミラーパウダーみたいな感じになると思うんですけれども、100円で売られていたのでゴールドとシルバー、今回はこちらを試してみたいと思います。こちら裏に説明が書かれているのでちょっと見てみたいと思います。使い方、ジェルだと1、ベースジェルを塗り硬化します。2、トップジェルを塗って硬化させ、ジェルクリーナー等を使用せずにワイプ等で未硬化ジェルを拭き取り、付属のチップでパウダーを爪全体につけます。3、パウダーが爪全体に均等につくようにチップで軽く上からこすりつけます。4、余分なパウダーを取り除き、トップジェルで仕上げたら完成です。はい、ではこちらを使ってデザインを作っていきたいと思います。本日もよろしくお願いします。はい、ではこちら開けてみたいと思います。こちらチャックがついてます。このチャックがあると、チップとこのゴールドのパウダーがバラバラにならなくてすごく便利だと思います。はい、ではこちら開けてみたいと思います。はい、こんな感じです。とっても細かいラメです。もう一吹きで吹き飛んでしまいそうなぐらいふわふわしてます。はい、ではミラーパウダーがどんな発色をするのか今回は試してみたいと思います。ではベースにこちらホワイトとブラックを塗って、その上にミラーパウダーをかけてどんな発色になるのか試してみたいと思います。ではまずホワイトのカラーを塗ります。はい、ではこちらブラックも一度塗りします。はい、ではライトに入れます。はい、では二度塗りしていきます。はい、それではこちらの二度塗りしたカラーの上にミラーパウダーを塗ってみたいと思います。それでは、右はゴールドで左はシルバーのミラーパウダーを試してみたいと思います。それではゴールドからこの付属しているチップにパウダーをつけてこすりつけます。はい、黒の上はこんな感じの発色をします。では白の上にパウダーを塗ってみます。して全然色がつきません。白はちょっとツルツルしちゃうので、ベースを一回塗りたいと思います。
ちらのベースを1回塗りたいと思います。未硬化ジェルの上にパウダーが乗るって書いてあったので、ちょっとセリアジェルの白は硬化しすぎちゃうのかもしれないですね。はい、ではこちらをライトに入れます。はい、それではこちらの上にゴールドのパウダーをかけたいと思います。あ、塗りました。ちょっとペトペトしてる感じの上の方がこのミラーパウダーがくっついてくれます。はい、白いジェルの上に塗ったミラーパウダーの色合いはこんな感じになりました。黒の上と白の上だと全然色合いが違います。ちょっと黒もベースを塗った方が良かったかもしれないですね。なのでシルバーを塗る前にベースコートを塗りたいと思います。ではライトに入れます。はい、それではシルバーのパウダーを塗ってみたいと思います。はい、では付属のチップにつけて、滑りが悪いので塗るというかこうポンポンと叩きつける感じに置いていきます。はい、黒の上の色合いはこんな感じになりました。では続いて白の上にのせたいと思います。白の上はこんな感じになりました。こちらも黒と白の上だと光り方がちょっと違います。はい、ゴールドとシルバーで作ったミラーパウダーの色合いはこんな感じです。やっぱり白の方が発色が鮮やかでキラキラしてます。黒は落ち着いた色合いを出すことができます。はい、ではトップコートを塗って仕上げたいと思います。ではノーワイプトップコートで仕上げていきます。
はい、ではライトに入れます。はい、今回の動画はいかがだったでしょうか。100円のミラーパウダーでもしっかりと色がついてミラー感を出すことができました。皆さんもぜひ試してみてください。本日も最後までご視聴ありがとうございました。